い、皆さんこんにちは、つむじんです。明けましておめでとうございます。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、2023年は初めての文房具の福袋を購入してみました。いや、こちら少し前に届いていたので本当に開封を楽しみにしてましたね。いろはショップオンラインさんのラッキージャンプバッグ2023で、スモールジャンプ1900円とレギュラージャンプ2500円、ビッグジャンプ3500円があるんですけれども、私は中身を見てスモールジャンプ1900円が一番可愛いなと思ったので、こちらを購入してみました。他にもね、いろんな文房具系サイトの福袋情報をかなりチェックしていまして、いや、どれにしようかなっていうふうに楽しみに見ていたんですけれども、こちらのね、いろはショップさんのスモールジャンプが個人的には一番惹かれたものだったので、ものすごくね、お安く買えるっていうのも惹かれたポイントではあったんですが、ちょっとね、初めてのこういったお取り寄せタイプの福袋なので大変興奮しております。で、中身の方がじゃん、あ、かわいい。いや、これは嬉しいな。詰まってますね。ちょっとね、早速見ていきたいと思います。よければ最後までお楽しみください。いや、なんかね、1900円でここまでワクワクさせてくださる福袋っていうのはちょっとね、嬉しいですよね。なんかすごく素敵なホットドッグかな。ホットドッグのノートのようなものが入っていて、ではまず一番初めに見えたこちら、じゃん、はい、コッペパン。ご機嫌ベーカリーということで、こちらはノートですかね。うん、焼きそばパンっぽい。焼きそばパンね、大好物ですね。で、中が、こちらはドットのとってもシンプルなノートになってますね。嬉しいな。こちらが税込みで330円ということになっていて、美味しいパンの柄で毎日をご機嫌にっていう風に書かれてますね。こちらが福袋の1点目でした。そして福袋の2点目はこちら、じゃん、はい、架空底っていう風に書かれているので、これはなんだろう、エコバッグですかね。あ、もうこれがすごい、税込み1023円、すごいすごい。2点目でもうすでに元が取れそうな。オープンしてみますと、こう開いて、あ、すごいすごい、なんとも立派な、持ち手含めて30センチくらいかなっていうイメージのエコバッグなので、うん、コンビニなどもお出かけにね、ちょうど良さそうかなって思うようなサイズ感と色味ですかね。ちょっとね、淡くピンクが入っていたりとか、マーブル模様なのがなんともおしゃれですね。ちょっと後でね、シワ伸ばしてしっかり使いたいなと思います。エコバッグ、私ほんのちょっとしか持ってないので、すごくありがたいです。うん、で、結構収納しやすいですね。あ、これ便利、使いやすそう。こちら2点目で、で、今回の福袋の中で一番惹かれたアイテムでしたね。それがこちら、じゃん、こちらがとっても可愛らしいビニールのペンケースになっていて、こちらがお値段税込み880円なので、この3点でもうバッチリ元は取れてますね。これは、あ、中に紙が入っていて、で、裏側はちょっと半透明みたいな形で、表がうんと可愛らしい、
透明のカラフルなペンケースですね。そう、あのね、気軽に外に持ち運べるようなペンケースが欲しいなっていうことをすごく思っていたので、お出かけ用のペンケースとしてね、こちらすごく重宝するかなと思っています。今近くにあるのが開封用のハサミなんですが、ハサミを入れるとこんな感じ、ちょうどですね、後ろからはバッチリ見えていて、いや使いやすそうこれ。うん、薄型なんでね、外用のバッグに入れても全くかさばらないかなと思います。いや、なんかもうこの時点で結構大満足な福袋ですね。こちらと、そして4点目がこちら、ドン、そよそよあんこサンキューって風に書かれているとっても可愛らしいカードですかね。いや好きですねこういうの。あ、メッセージカードになっていて、ワンコが吹かれてますね、風にね。いや、可愛らしい。マルチーズのリボン。おリボンが片方飛んでいってしまいましたが、特に気にしていません。そよそよと風が吹いています。いいですね、これ。お正月からほっこりする。こちら税込み363円になってます。いや、なんかこういう、ちょっと幸せになるカードがお正月から入っているっていうのは、かなり嬉しいなっていうふうに思います。そして5点目がこちら、じゃん、こちらがブロックアルバムデコレーションシール61ピース入りで、価格が税込み242円になってます。なるほど、字が黒いタイプのシールなので、ちょっと剥がしてみるとこんな感じですね。黒の枠がポイントになっておしゃれなので、ちょっとずれちゃいましたが、引き締めカラーのシールとしてね、手帳にも使いやすいかなと思います。そして6点目がこちら、じゃん、はい、ジュースマスキングテープ。こちらは嬉しいことに、こちらのペンケースと同じような絵柄のようですね。ちょっと見ていきたいと思います。ちなみに価格がこちらは税込みで352円になってます。これはものすごく好きな感じのマスキングテープですね。いや、これ嬉しいな。ちょっとね、こうアートっぽい模様で、いろんなシールとかに合わせやすそうな雰囲気ですね。いや、このマスってかなりありがたいです。重宝すると思います。なんかね、小学生の頃もお年玉をもらうと、だいたいね、近所の本屋さんか文具店に行って、で、お目当てだった文房具を買ったり、小さなね、子供向けの福袋とか買っていたもんで、お正月にやることは小学生の頃とあんまり変わらないものだなとかね、そんなことをちょっと今年しみじみと思ってましたね。はい、そして、最後のアイテムですね。最後のアイテムがこちら。じゃん！はい、うさぎさんの可愛らしい付箋ですね。コヘム付箋。っていう風に書いてありますかね。こちらはうさぎ柄です。税込み352円ですね。手帳のポケットなどに挟み込める2つ折り返し付きの便利な付箋。なるほど。いや、なんかすごいですね。1900円でここまで使えるものが入っているっていうのはかなり嬉しい。これは、あ、なるほど、こういう風になっててるので、これが手帳だとしたら、こう挟み込んで使ってねっていうことですね。で、中は全部可愛らしいうさちゃんなので、気軽にね、たくさん使えそうですかね。ということで、初めての文具系の福袋の開封だったんですが、私のお目当てはこちらだったのでね、この可愛らしいペンケースが入っていて、で、他にもね、たくさん素敵な文具が一緒にもらえるっていうので、かなり惹かれた福袋でしたね。で、いろはショップさんの福袋はね、ぜひ来年もまた買いたいなっていうふうに個人的に思いました。お正月からね、だいぶ
癒される内容の福袋でしたね。かわいいこれ嬉しくなりますね。そしてこちら去年買ったものですが、一緒にご紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん。はい、カルディで購入したムーミンのカンカンのお菓子入りですね。こちら本当に購入したくてカルディに走ったアイテムでしたね。ムーミンブックティンということで、お菓子の詰め合わせになってます。いや、これね、裏側もニョロニョロがフレームになっていて、本当に可愛らしいデザインなんですよね。いやー、こちらも楽しみでした。こちらなんとサイドのページのところからニョロニョロがちょっとずつ飛び出していて、で、このムーミンやニョロニョロが全部しっかりポコポコしてますね。いや、これは嬉しい。で、側面にムーミンファミリーがしっかり描かれていて、上からもニョロニョロがこんにちはですねではオープンしたいと思います。せーの、あ、おー、うわ、中まで可愛い。あららららら。本当に物語のワンシーンのような感じで。あ、個包装嬉しいですね。これはチョコレートと焼き菓子が一緒に入ってますね。これはお正月のお菓子にさせていただくとして、結構ね、こう深さがあるので、マステとか入れるのにも、うん、ちょうど良さそうですかね。で、こう閉めて、あ、マステはちょっと入らなそうですかね。多分ね、あの、紙物系を収納するようにしようかなっていう感じなんですが、いやー、これ、本当に購入できてこちらも良かったです。こちらと、そして次は、ふくふくにゃんこさんで購入してきたこちら。とっても可愛らしいノートと、寝そべりホッチキスです。そう、こちらのすごく可愛いノートなんですけども、難ありのため 5% オフということでね、ちょっと上のところが折れていて、売れ残っていたノートなんですよね。でもこんなにね、可愛いのに売れ残ってるんだったら、もう家においでと思って購入してきましたね。ちょっとね、こう上のところ折れがあるんですが、まあ自分で使用する分には全く気にならないかなということで、こちらですよね。このバルーンが、ゴムのところのバルーンのにゃんこたちが動いてしまうっていう、このギミックがもう素晴らしいなと思って、いや、たまらないですね。このゆるいノートがすごく好きだなぁと思って、こちら購入しましたね。で、裏側もちょっとね、裏側も折れがあるんですが、まあ気にならないかなということで、すごく可愛らしいにゃんこのバルーンの総柄になってますね。で、中身の方が、中身はとってもシンプルな方眼のノートですね。うん、いや、お正月からね、可愛いノートに出会えたなと思って、ちょっとね、ホクホクしてましたね。いや、可愛いもう意味もなくね、こうやりたくなりますね。うん、こちらと、あとこちらですね。この猫ちゃんのホッチキスっていうのは初めてお目にかかったなと思ってね、こちら思わずでしたね。ちなみにこちらが税込み880円になってます。にゃんこのホッチキスが出てきました。そう、あの、猫のね、文具系って弱いんですけど、これはもう可愛らしいなと思って思わずでしたね。全体を見てみますと、お尻まで可愛い。
ちゃんと尻尾がついていて、ちょっとねもちっとしているフォルムがたまりませんね。そう、結構お仕事でホッチキス使うので、一緒に大活躍してほしいなと思っています。そして最後が、地元の文具店で購入してきた、こまごました文具たちのご紹介です。それがこちら、じゃん。はい、こちらが、まずミッフィーちゃんとマルちゃんが一緒にデザインされたすごく可愛らしいクリップですね。こちらお値段が税込み660円になってます。こちらはもうこのね、傘を差しているマルちゃんに大変惹かれてしまったんですが、ミッフィーちゃんとマルちゃんっていうこの掛け合わせがもうたまりませんね。なんかね、お正月だからなのか、こういうほっこりアイテムにかなり惹かれてしまいましたね。そしてこちらがかなり可愛らしいデザインのうさぎのイラストなんですが、雨の森ふみかさんというクリエイターさんが描かれた動物のとっても可愛らしい文具たちですね。そのね、スズランが大好きなんですけれども、このうさちゃんが抱えたスズランの花束にすごく惹かれてしまいましたね。夢がね、溢れたデザインだなっていう風に思って、で中にもスズランが描かれてますね。で中側にはこういった香水のような絵柄とかも入っていて、ほっこりしますね、これはね。やっぱりね、2023年もノートが大好きということで、こちらと、あと同じ絵柄のうさちゃんのミニメモですね。こちらは税込み418円になってます。こちらも表面が少し箱押しがされてて、すごく素敵なメモ帳になっていて、あ、かわいい、中もすごく夢が詰まった可愛らしいデザインですね。よく見えるように出してみたんですが、絵柄が本当に繊細ですね。いやー、これは癒される。とっても素敵なうさちゃんの絵柄ですね、こちらと。で最後はこちらはちょっと違う絵柄なんですが、赤いギンガムチェックのマスキングテープですね。こちらはコケティッシュレッドで税込み363円になってます。こちらのマステが、あ、かわいい、うわー、とっても素敵な、いや、このマステもかわいいがぎっしりですね。手帳やファイル作りなどに楽しく使っていきたいなって思ってます。ということで、昇級スタイムなんですが、本日のおやつはこちら、ちらっと見えてましたね。お正月のご挨拶用に購入したガトーフェスタ原田さんのラスクですね。そう、せっかくならね、お土産用じゃなくて我が家用にも買おうということで一袋買ってました。これね、美味しいんですよね。いや、久しぶりだなと思って、お正月はね、ちょっとこういう特別なお菓子を食べたくなりますね。美味しそう、シュガーがいっぱいかかってる。いただきます。うん、美味しい。いや、もうバターがじゅわーっと染みてますね。ものすごく美味しい。こんな美味しかったっけな。わー、大事に食べよう。ものすごく美味しい。ということで、ここからは小さなお知らせになるんですが、こちら、じゃん。チャンネル登録者様7770名様記念の時にプレゼント企画をやりますよっていうお話をしていて、で、その時に、
プレゼントするためのちょっと小さめのサイズなんですが、お裾分けファイルを2つ作っています。でどちらもものすごく大好きなペーパーを使用してまして、こちらが文具女子博で購入したアンティークのファンシーな絵柄のペーパーを使用してますね。でちょっとチロリアンテープつけてみたり、ようやく土台が仕上がったところなので、中身はまだまだこれから入れていくところなんですけれども、こちらが1種類目 で2種類目が、こちらはスチームパンクなデザインのスタンペリアさんのペーパーを使用してますね。こちらのペーパーも大変お気に入りなんですが、タグが取り外しできるようにしてあったり、こちらちょっと中身もシックな雰囲気で作っていますね。こういった封筒みたいのもちょっと作って入れてたりとかします。どちらのファイルも心を込めて作っているので、次回のプレゼント企画でぜひぜひご応募いただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。ということで、2023年も皆さんに楽しんでもらえるような企画を少しずつ考えていけたらいいなっていうふうに思っています。ということで、本日は初めての購入した文房具の福袋のご紹介と、あと文具店たちで購入してきた細々とした文房具のご紹介と、あと次回の企画の小さなお知らせでした。どこか参考になるような部分があれば私も嬉しいです。それでは本日もご視聴いただいてありがとうございます。良ければチャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。では次回の動画でお会いしましょう。つむじんでした。またねー。